ゆらりです。ピンクラテティーリー始まるよ。イエーイ。皆さん、私操れるようになりました。このリモコンを入手してアリアを操れます。私今日朝起きたらアリア操れるようになってて、なのでちょっと今日はこれをやってみようと思います。その名もポーズスライムチャレンジ。イエーイ。操れるって嘘だよ。操れられないから。いや本当に操れるんですよ。心境を伺いましょう。どうですか？大丈夫です。絶対に操られません。自信満々ですね。では早速アリアさんにスライムの説明をしてもらいながら作ってもらいましょう。せーの、どうぞ。こっち。今回やるのがこれなんですけど、アマゾンで売ってるスライムキットです。かわいいですね。開けていきます。え、めっちゃかわいい。かわいい。これがスライムに入れるブチですね。はい、めっちゃスライムある。1、2、3、4、5、6。皆さん見てください。ストロー見つけちゃいました。操れますよ。よし、OKOKOK。 先生、6、7。え、なんか飛び出してない？え、何それ？こんな最初に勝ちだっけ？やばい、やばい、やばい、びっくりする。めっちゃ置いとこう。ストローも入ってました。はい。8個目、9個目、10個目、11個目、13、あと卵だ。卵、オーロラみたいだよね。可愛いが入ってます。回し、何個です？え、7個目、炙り、8個目、9個目、10個目、11個目、最後に卵。これ美味いですね。かわいいかわいいかわいい。すいません。はい、中身はこんな感じになっております。めっちゃかわいい。種類いっぱい。海外みたいな色してるね。これだけでもすごいね、こんないっぱいスライムあって。じゃあ早速かわいいの作っていきます。まず何色のスライムにしようかな。紫が2つあるから、最初紫にしようかな。このかわいい赤い紫の方を上げていきます。早送り。フィルムがあります。ビリ。先生、え、まだフィルムじゃない？本当だ、まだフィルムだった。え、なにこれ？あ、このストローだ。賢い。さすがゆらり。いきます。ベビーダッピー。あ、いたいた。開ける。開きました。早送り。はい、ではフィルムを作っていきます。先生、はい、このめちゃくちゃいっぱいついてるんですよ。触り心地いい。こんな感じです。普通のいい感じのスライムですね。飾り付けを可愛くしていきたいと思います。じゃあこれを開けてみようかな。開封。開封。めっちゃ可愛い。フルーツの可愛いやつが2本も入ってます。え、可愛い。あとカラフルちっちゃいポンポンと、黄色ポンポン、デカデカポンポン、青ポンポンとピンクポンポンが入っております。大容量だね。ヘラもついてる。使いたい分だけやりたいと思います。この子たちを。これチェックついてる。本当だ、めっちゃいい。よかった。この中に入れました。イエーイ。よし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 。早送り。わー、来た。そしてポーズ。やってきます。あー、いい感じ。どれを選ぶかな。悩む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 。とりあえずグツグツと。やっぱこれも使えたし。開けない開けない開けない。開いた開いた開いた。よしよし。見てください。壊れた。再生。え、めっちゃちっちゃい可愛いやつ。この中に入れたので、ブドウだけ入れていきます。慎重にやるね。ブドウ、ブドウ3つ見えるかな？いろんなフルーツ。よし、再生。ウドブ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 。再生。ブドウを紫なんで。紫なんでブドウだけ入れます。ブドウ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 。フルーツあるね。一時停止。よし、入れて。せっかく頑張ったのに変なフルーツが入ってるんですけど。なんで？飛んだ？めんどくさいな。もう戻して戻して、せっかく頑張ってたのに。また気を取り直してブドウを入れていくか。ある程度ブドウ入れたらこねこねしていこうかな。こんぐらい入れたら、はい、早送り。こね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 。こんな感じでいい感じですね。先生、こんな感じでつぶつぶ系入れてみたら。あー、確かにいいかも。じゃあこの大きい紫だけを入れていきます。先生、スロー再生。この大きい妻のオールに
ボールに一旦全部入れます。これの紫で統一したいと思います。こんな感じで、どんな音になるのかな。本当のブドウみたい。え、美味しそう。ブルーベリー感溢れる。食べれるんじゃない。見てください、このストローで後で吸いなよ。そうする。うん、そうし。これブドウのタピオカだから美味しいと思うよ。そのためのストローですね。そう、ブドウの果実も入ってるから。はい、送り。ピッタッピした方がいいと思うかい。ブドウブドウ。ニコ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 。ちゃんとヘラを使ってブスブス刺していきたいと思います。全然またらない。何これ。再生。やっぱ手をこねた方がいいかな。ゆらりみたい、この色。マジ。そう、ゆらりイメージした。ありがとう。そう、今更だけど。早送り。抜け抜け。あ、ちょっとちょっとちょっと。次は何を作るかしら。じゃあ次は紫っぽいやつが追加再生で、紫じゃないわこれ。オレンジっぽいやつが2つあるのでどちらかを使いたいと思います。さっきのはこんな感じです。では、あなたのハートにルミタ。美味しそう。おお、こんな感じでめっちゃクリアでとても綺麗です。ボールにぶっ込みます。そしてどんどん大きく、どんどん、そして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 ですね、お、このピンクちゃんを、いいじゃないの、全部入れたいと思います。よしよし。早送り。ピンクちゃんを全部入れたいと思います。すごいすごい。プッチプッチプチプチプチ。はいはい、コネ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 。このピンクを全部入れたら次に混ぜていきたいと思います。はい、ゆらりくん。はい、次はどんなに？次はね、私ね、青に黄色使ってみて。黄色、オッケーです。普通に再生。なんで？鼻息で全部飛びました。そうなの？やばくないですか？やばいですよ。やばい。やばい。悲劇悲劇。軽いんだよね、きっと。混ぜていきます。ああ、いい感じ。美味しそうじゃないですか？コロッケ。音聞かせてみます？うん。いきますよ。いい音。みんな音量を大きくして聞いてください。音量マックスにして。今ね、アリアのこと操れるとか言ってたけど全然変わってないよ。ファイブリー全然操られてないと思うんだよ。音量マックス。てか、なんかゆらりちょっとのろくない。のろいとは。のろい。てか、めっちゃ鼻息で飛ぶんだけど鼻息荒すぎるのかな、アリア。いいね、いいね。逆再生。ね、いいね、いい。リラユー、リラユー。ファイアングリ。なんでこんなことになってんだ。さっき入れたはずなのに。あ、もう一時停止。再生。え、あと一粒で全部終わると思ってたら、なんかめっちゃ増えてるんだけど。早送り。え、なんかここも散らかってない。いい、荒すぎるな。多分そうじゃない。そう、病院行こうか、うん、バリアのスカートの上にこんな落ちてるわけない。一旦置いてきますか。これとこれを合体して、お、いいじゃん。どうなるのか。紫ピンク可愛いと思うよ。いきます。綺麗じゃない。お菓子みたい。早送り。そしてコネコネします。いい感じ。え、今からアリアは3文字ずつしか喋れない。そしてブドウ、イチゴ、混ぜる、アレナ、違う違う、変だ変だ、なんか喋れない、混ぜる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 、さすで、こんな感じですよ。普通の再生。さっき言葉が喋れなくなって言いづらく。大丈夫？いい感じに、イメカワ系、原宿系、 ASMR。 フィニッシュ。何こんなブツブツ。最後に ASMR やろうと思ってたのに何もやらない。もうなんか最近ちょっと頭痛いな。次のスライド。おかしいおかしい。次のスライドこう、この中に入ってるので青やってほしいって言ってたんで青にやります。あ、痛い痛い痛い。ブルーかわいい。いいね、いいね。いい感じの音でーす。呪い気がする。喋り方も呪い気がする。呪いですか。チーズ停止。早送り。何これ。また刺さってるんだけど。なんか色使いやばい。色使いやばい。アヒルが海にいます。やばい。ポンポンを増やす。ポンポンを増やしたいと思います。チー選手スロー再生。ポン。
美味しい美味しい。え、やばいやばい、全部入れちゃった。多すぎる、なんでやねん、なんでこんな入ってんだ。まあいっか、めっちゃいっぱい入ってて。早送り、なんか手がおかしくなっちゃったのかな。こんなのアディじゃない。ゴビに絶対ニャンをつける。なんでニャ、おい、やだニャ、ビー玉みたいなやつが普通のニャ。ピッ、でも可愛いかもしれない。ポップみたいな、すごい。あびー、綺麗。アリアポンポンとか、うん、もっと少なくしようと思ったのに、うん、いつの間にか全部入れてたし、お疲れだよきっと。でもアリアのお気に入りはこれですね。ごちゃ混ぜゆらぎ、やっていきましょう。はい、スライム作り終了。じゃあ終わろうかな。以上で終わります。できたスライム見して。じゃあまず1個目。おお、結構いいと思う。かわいい。2個目がうーんって感じのやつですね。クリスマスツリーみたい、これ見ると。音量3個上げる。ピッ、どうですか皆さん、いい音ですよね。すごくいい音だと思います。停止。仕掛け分かったかも。この人がすごいんじゃなくて、このリモコンがすごいんじゃん。ゆがってやる。ちょっとあなた意外と強くやってるわね。あの楽しみだぜ先生。はい、あ、ない。何やってんの、ずっとこんなことやってたよ。やだ、なんで。ゆらり変、だってずっとこうやって音フェチどうですかってやってたよ。いや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 、なんでここにいるんだ。変なの、なんでそこにあんの。だからずっとゆらりこうやって普通に手の音みたいな。手の音どうですか。いや、やってない。やってたよ。なんで、不思議。じゃあまあいっぱい作ったってことで。そうね、掃除してね、うん、楽しみましょう。皆さん散らかりすぎないように気をつけてください。遊ぶときはめっちゃ楽しかったね。楽しかったね。新発見ができてよかった。みんなのお家にももしかしたら誰かを操れるリモコンが密かに存在しているかもしれません。そしてその人を操ってスライム作ろう。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。